警察犬になろうと頑張る姿が人気を呼んでいるずっこけ見習い警察犬キナコの写真集が発売され、記念のイベントが東京で開かれました。香川県丸亀市の警察犬訓練所に所属して訓練を受けるキナコ。肝心の試験には3年続けて不合格なんですが、ちょっぴり間抜けな姿が人気を呼び、とうとう写真集まで出版されることになりました。訓練士とともに記念のイベント会場に登場したキナコは、集まった家族連れと一緒に記念写真に収まったり、サインの代わりの足型を写真集に押したりとファンサービスに努めていました。